ブライアン・ジャックスブライアン・ジャックスはイギリスのロンドン出身の柔道選手。階級は中量級。身長178センチメートル。1964年東京オリンピック中量級には18歳ながら出場して9位になった。1967年の世界選手権では3位となった。1969年と1971年の 世界選手権では、それぞれ7位と5位に終わった。しかし、1972年ミュンヘンオリンピックでは、準決勝で、関根忍に敗れたものの銅メダルを獲得した。ヨーロッパ選手権では1970年と1973年に優勝を飾った。1976年のモントリオールオリンピックでは2回戦で、敗れた。その後引退すると、格闘技や、 フィットネスなどを教えるスポーツジムの経営を始めた。さらには各種のスポーツマンが陸上、競泳、ウェイトリフティング、ボート、自転車など様々な競技を競い合ってアスリートナンバー1を決めるスーパースターズという BBC のテレビ番組に出演して結出したパフォーマンスを見せつけて優勝したことで国民的知名度を得た。 これがきっかけで、1987年には、ブライアン・ジャックスの内股というテレビゲームまで発売されることになった。現在はタイに居住して、ホテルを経営している。ありがとうございます。